どうもみなさんこんにちは今日は元写真こちらまあ見ての通り盆写真なんですけどこの盆写真を派手めな映える写真に仕上げていきます今日の編集のテーマはインパクトです 小さなスマホの画面に表示された時にも人の目を引くような派手めな編集をやっていきます。使用する編集ソフトはルミナ AI です。ルミナ AI って初めて聞いたっていう方、私の過去動画の中に概要を話しているものがありますのでぜひそちらご覧ください。今日はソフトの紹介は省略します。ソフトの製品リンクはこの動画の説明欄に載せておきます。それからディスカウントコードもあります。それでは編集始めていきます。 それでは編集を始めていきます。このソフト、3月の16日にマイナーアップデートがあるんですよ。で、日本だとね、もしかしたら17日かもわかんない。なので今回はそのアップデートの内容も交えながら話していこうと思います。で、アップデートされた機能いくつかあるんですけど、一番の注目の機能はというと、リミナー AI の人気機能ですね。スカイ AI、空の入れ替えの機能です。 これに水面反射っていう機能が加わりました今日は早速それを使っていきたいと思いますで、この写真この間撮りに行ったばっかりの写真なんですけど日本人にはおなじみの10円玉に描かれている京都宇治の平等院法王堂です残念だったのはねこの日この柱のところを修理中だったみたいで赤い柱に白い布が巻かれてたんですよ まあちょっと残念ではあったんですけどこういう写真もこの時にしか撮れないレアな写真だと思うようにしています。今回撮影に使用した機材はソニー α 7 III、レンズはタムロン 17mm28mmF2.8、mm、です。でこの写真今この状態はローファイルをルミナー AI に取り込んで何もしていない状態です。 まず画像を取り込んだ状態ではルミナーデフォルトっていうプロファイルが当てはまって表示されるのであれ撮影の時にカメラのモニターで見た画像となんか違うぞって思うかもしれないですプロファイルはこちらで確認することができます編集の中のツールでライトでライトの中のプロファイルのところにルミナーデフォルトって書いてあると思います でこの矢印をクリックすると他のプロファイルも出てくるのでもし違うプロファイルから編集をしたいっていう場合はここで選択をしておきます。で次早速ここでさっきお話しした新しくなったスカイ AI を使っていきます。クリエイティブの中のスカイ AI をクリックします。 今回のアップデートでままずね表示が変わりましたこの空のセレクションのところをクリックすると以前までは空の種類名が文字だけで表示されていたんですけど今回からはねこんな感じでサンプル画像が一覧表示されるようになりましたこれで入れ替える空を頭の中でイメージしながら選択できるようになりました。 で入れ替えられる空の種類なんですけど最初からここに並んでいる空の種類だけではなくて自分が撮影した空の写真を使うこともできますそれから販売されている空の写真を使うこともできますちょっと自分で空の写真を撮りに行くのは面倒だなって思ったらこちらのねさらにダウンロードっていうところをクリックすると空の写真購入することもできますそれからこのルミナー ai 買い切りのソフトではあるんですけど、ルミナ x っていうメンバーシップ制度があります。そのメンバーシップで毎月配布される空の写真っていうのもあります。それについてはまたね。詳しくはサイトの方をご覧ください。このソフトに元から入ってる空の種類も結構豊富なので、それでも十分に楽しめるんですけど、今回はね。ちょっと目新しいものを使いたいなと思って。このね。メンバーシップで無料配布してもらった空写真を使います。 今日はねこの空を使いますペインタリーサンライズっていう空ですもう言ってるうちにね一瞬で空が入れ替わっちゃいました初めてこのルミナー AI 編集動画を見たっていう方はねちょっと驚いたかもしれないですこれねルミナー AI の超人気機能ですでここで今までのルミナー AI のスカイ AI と違うところがあります 今回のアップデートで水面反射機能が追加されましたこの写真みたいに手前に水面がある写真の場合空を入れ替えた時点で水面にもすでに空の反射効果が反映されるようになりましたちょっとこの写真の場合は池の緑色が濃いので今の時点ではちょっとね分かりにくいんですけどこのあたりを見ると空が反射しているのが分かりますこれもっとしっかり空を反射させたい場合はこちら 反射をクリックして反射量を上げますこれね全部上げちゃいますこれで少しわかりやすくなったと思いますでどんどんやっていきますでもう少し空の色をオレンジ色にしたいんですよねなのでこちら空の調整をクリックしますでこちらの暖かさを上げていきますもうねこれも一気に100まで上げちゃいますで空の明るさを少し暗くします ここちららのね明るさを下げていいきます。これぐで今ちょっと入れ替えた空と手前の池とか地面の辺りがなんとなく全体的にトーンがマッチしていないのでちぐはぐな印象っていうのか違和感ありますよね。ということでこの全体的なトーンをブレンドしていきます。えー、こちらシーンのリライトをクリックします。 でこのリライトの適用量を上げていきます結構上げちゃっても良さそうですねこれぐらいにしておきますで、えー、リライトの彩度も上げておきますこちらですこれでなんとなくね全体的なトーンが馴染みましたでそうすると今度はさっきまでほとんど気にならなかったこの入れ替えた空とこの木の枝 このブレンド具合にギャップが生じてきてるんですよということでこれをねブレンドしたいと思いますこちらのマスクの改良をクリックしますでねこの全体を上げていきますこれぐらいで良さそうですねこれで空と木の枝がちょっとブレンドしたと思います で今これ全体的な暗い感じはいいんですけど建物まで暗くなっちゃっててこう見た時にね目が中央の建物に引き寄せられないっていうか建物が際立っていないのでこの建物だけ変えていきます。で「追加」を押して「ベーシック」で「えー、ブラシを描く」。 でこちらがブラシのアイコンになっているのを確認してカーソルを写真の上に持っていくとこうやってねブブララシシがが現れまますすすこここののの大ききさととか質感についてはこの辺でで変更をすることができますあとはねこのブラシの大きさの変更だけであればキーボードの「カギ弧始まる」を押していくと小さくなって、えー、キーボードの「カギ弧閉じる」を押すと こんな感じでね、大きくなっていきます。ちょっとね、この建物を選択していくので、もう少し小さくします。じゃちょっと建物を選択していきましょう。特にこの影になっているところら辺を選択していきます。 で途中でどこを選択したかなってわからなくなっちゃったらここのね点点点っていうところをクリックして、えー、マスクを表示にします。そうすると選択したところが現れて確認しやすくなります。でちょっとねはみ出しちゃったとかそういう時には Alt キーを押しながら選択していくと消えます。でこんな感じで選択が終わったのでちょっとねさっきの マスクを隠すの方に直しておきますで選択した部分のシャドウを上げていきますこちらですちょっとねもう100まで上げちゃっても良さそうですねこれで少し建物が浮き上がりましたでちょっと露出も上げておきますで次自然なサイドを上げますそれから縁取り AI もかけておきます この縁取り AI っていうのはラインをキリッとさせてくれる効果がありますじゃあねこの建物のローカルマスキングはこれぐらいにしておきますで次もう少しね建物を強調していきますツールに戻って、えっとカラーを選択しますでこのね HSL をクリックしますでここね色相って出てるんですけどここサイドを選択します このね建物の柱の赤いところを強調したいのでこれレッド上げていきます今ねこれ赤の彩度を上げたら背景の空も彩度が上がったんですけどちょうどね後で空の彩度上げたいなと思ってたのでこれでいいかなと思います。で次はこのルミノシティを選択します。これまああの聞き慣れている言葉で言うと「輝度」ですね。輝度を上げていきます このレッドね輝度を上げますこの輝度を上げることによってレッドが不安と浮かび上がって建物の存在感がアップしますで今の時点で全体的にちょっと暗いかなと思うので露出を上げていきますライトの中の露出を選択してちょっとね上げます一応今のところはこれぐらいにしておきますまた後で変えるかもしれないですで次 このね風景写真をクリックしてゴールデンアワーを上げていきます。これどんな効果があるのかっていうと、まあ、写真全体に夕方の光の感じを加えてくれる効果があります。まあねちょっとだけですけど、これぐらいでいいかなと思います。えー、で次ね空の上の方をちょっと暗くしようと思います。グラデーションをかけます。ローカルマスキングを選択します。で追加ボタンを押します。 でベーシックで今回はこの中からグラデーションマスクを選択しますで、えー、空の上の方を暗くしたいのでちょっと上の方からねクリックアンドラッグで持っていきますで露出を少し下げます で次ねちょっと写真の下の方も同じようにグラデーションかけておきます。もう一回追加を押してベーシックでこの中から、えー、グラデーションマスクを選択して写真下の方からねこうクリックドラッグでマスクをかけていきます。で、えー、露出を下げます。まあ、ちょっとだけで いいと思いますこれは、えっとねこれぐらいでいいかなと思います さっきねこの写真を見る人の目を中央に誘導しようと思って真ん中の部分明るくしたんですけどまあその効果をさらに助ける効果ということで上の方と下の方を暗くすることによってさらにこう人の目を中央に誘導しようかなっていう狙いがありますまああの夕方の空っていうのは空の上の方から暗くなってくるのでこのグラデーションもね全く違和感ないんじゃないかなと思います で今ねこの写真全体的に見ているとこの空の鮮やかさと池の暗さがねちょっとマッチしていないような感じなので池を変えていきますローカルマスキングを選択して追加をクリックしますベーシックを選択しますでこのまま池をブラシで選択していきます ここでは、ね、いろいろ試したんですけど自然なサイドを上げてサイドを下げるっていうのがちょっとねいい感じだったので今からそれをやっていきます。ままずねね自然な彩度上げげす結構、ね、上げちゃっていいんで,すよで結構上げるとこの池の反射のねピンクが気になるんですよね。なのでここでちょっとサイドを下げます。 でさっき建物をキリッと際立たせたのでねこの池ももう少しキリッとした印象にしておいた方が全体のバランスが合うと思います。ということで他の調節もしておきます。まずコントラストを上げます。でちょっとね露出を少し下げておきます。まあ、ほんの少しでいいと思います。 でこれね今見てると池のハイライトがきつくて目がチカチカするっていう感じがあるのでハイライトを下げます。でここからね仕上げに入っていくんですけど今これ全体的に見た時にもう少し明るくてもいいかなと思うのでえさっきのツールに戻ってライトで露出をね少し上げます。 で次、写真全体のメリハリをつけようかなと思います。こちらの白黒をクリックして、えー、と白レベルを上げます。ちょっとだけでいいと思います。まあ、これぐらいでいいかなと思います。で、えー、そうですね、もう一回うーん風景写真のゴールデンアワーを上げるか上げないかって感じなんですけど、どうかな、ちょっと上げてみようかな。 これぐらいだったら違和感ないですね。ちょっと13に上げておきます。で、次最後にこのビネットでま写真の四方を少し暗くして、さらにねこう中央に視線を引きつけたいと思います。で、適用量のところをね。これ暗くする場合は左に下げていきます。まあ、少しでいいかなと思います。今日はね。これで仕上げにしたいと思います。 では、ちょっと編集前と編集後、見比べたいと思います。これが編集前、で、これが編集後。これが編集前、これが編集後。ちょっとね、横で見比べてみます。まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっとね、あの、わざとらしい感じに仕上げてみました。 まあ、あの元の写真どこ行っちゃったのっていうぐらいすごくがらりと変わってるんですけどもねちょっと今日はそれがテーマだったのでこんな感じに仕上げてみました編集はここまでなんですけど今回のアップデートで加わる新しい機能をざっと紹介していきます。 さっきご覧いただいたスカイ a i のアップデートなんですけど表示の変更や水面反射シーンのリライトだけでなくシームレスな空の向きということで空の角度を調節することもできますそれから変換可能なテクスチャーオーバーレイこれはさっきローカルマスキングで「ベーシックを使ったんですけどその下に「テクスチャーっていう項目がありましたここではピンファイルをアップロードして透過ファイルを重ねることができます ちょっと私のチャンネルロゴを重ねたいと思いますこんな感じですこの簡単な配置っていうのはアップしたファイルを好みの大きさや角度に配置できるということですここで1回使用したピンファイルはカスタムテンプレートに保存ができるとのことです気になる方はこのあたりを細かく読んでみてください 以上、紹介したアップデートは2021年3月17日から使用することができます。すでにルミナー AI 使っているよ。っていう方は、この期日の後にアップデートして使ってください。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方はぜひまたいいね。ボタンで教えてください。それから instagram の方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかは instagram ス,ストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。